ハローベイビー、スロットの未来愛してる。中山です。おはようございます。今日も朝から中山バカです。本日は11月9日土曜日、デルグランド上横田店さんに来ております。今回ヒット台はクランキークレストです。はい、ということで、今日もアクロスの、クランキー、11月入って何気に10月後半から今僕は調子いい状況なんでね、今日も大好きなクランキー、リーチ目いっぱい見て楽しんで勝利目指して頑張っていきたいと思います。ではまず1枚目、1カード目ではよろしくお願いします。クランキーです。リーチ目大好き、リーチ目楽しいクランキー。ただ本当にね、この台ね、リーチ目はもう現機種では最高傑作だと思うんですが、とてもとても展開がきつくて恵まれないことが多い。今日は楽しんで勝ちたい。ということで、僕先日5年ぶりに運転免許の更新で、講習に行ってきたんですよね。5年ぶり。僕、基本的にずっとゴールド免許で、全国旅とかしながら安全運転でゴールド免許だったんですが、4年ぐらい前に中国地方を旅行しているとき、旅動画撮影中に岡山県でまさかの高速道路で110キロで走ってたのに捕まるっていう失態でゴールドじゃなくなっちゃったんですけど、80キロ規制だったんだよな、あれ、まさか捕まったけど。でも、ダメですからね。5年ぶりに講習をちょっと受けたというかね、なんか想像以上にちょっと面白いというか、すごく勉強になる、ためになる講習だったなと思って、若い頃はめんどくせえなと思ったけど、時代が進化してんのかな、僕が進化してんのか。さあ、裏チャレンジいいよ、頑張っちゃって。ならない、滑らない。素晴らしいデビューが来たな。リリース19ゲーム裏チャレンジからで、これは僕の経験上、さあ、投資1本、素晴らしいスタートですね。こんなに角久しぶりに来たな。167ゲーム左1コマ、下段に止まってるけどね、青棚がテンパらない。1コマ青棚がテンパらないね。中押ししようか。敗現在レギュラーから107勝7ゲームです。メダルはなくなりました。いつも通りの追加投手、はい、まだ2本目です。投手1本でビッグ1回レギュラー1回、はい、ありがとうございます。感謝の気持ちは大事、ありがとうです。ありがとう。さあマリパ、コンドルを染めらせたいだあれ、あ、でもこれ1目だ。はあ、221、レギュラーっぽいな。はい、入った入った、リーチ目だ。282ゲーム、1コマ1枚1枚ラッキーなんちゃら来ないと。これど1コマ、あー、右から行くか。あはい、一応ビッグなんですが、あはい、追い足しです。追い足し投手は9本とかかな。これはリーチ目だ。リーチ目が来たけどどうだろうね。分かりません。過去何度もこのリーチ目で負けてます。リーチ目、227、土台がいっぱい出てエラーを、あ、滑り込まとか見るの忘れたな。はい、右から扉が開いています。はい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 、裏チャレンジすごい来てるけど当たらない。あ鳴った、鳴ってもね、はいはい、続くまた鳴ってると。あ、これは熱いんじゃない ?2 コマ、まあはい、あ18ゲームは裏チャレンジ、はあ、よかった、持ちメダルでいけた。これって青7狙ったらベルが揃うのかな。でリーチ目が来たらコンドルってことかな。ちょっとやってみよう。ベル、ああ、あ、ベルから普通に行くんだ、初めて知った。へえ、裏じゃないもんね。しかも赤いし熱いなこれ。全部あんのかまあコンドル滑らせましょう。あ、ここに止まったってことは限りなくこれレギュラーっすね。あ、リプレイで続くの。あれ、はい、3コマ滑り、まだベルがある。入ればビッグだよ。はい、あれベルだ。あ、また赤い。これは熱いと思われます、さすがに。リプレイなの。あ、リプレイあるのかこれ。はいまだ続くで、ここで夜になった。さすがに入るんじゃないのこれ、赤いし羽ばたいてるし。どうしようかな。いや、じゃあ上段青止めちゃえばいいのか。チリなんだけど、なんだこれは。馬鹿されてるのか、入るのか。あ、馬鹿されてる。馬鹿された。こんだけやって馬鹿された。いや、マノは当たったかと思った。へえ。びっくりしたリプレイフリーズ来てくれたよ。134ゲーム。いやこれはありがたいっす。入った。72ゲーム。何、左ビタ。いやでもまあな、あ、右からか。あ、まあレギュラーっすよね今のは。裏ぼちぼち頑張ってる。あ、いいね、また鳴ったね。おお、すげえ面白いデューが来てくれたが63ゲームは裏チャレンジ。あー、リリースとかにはならんか。あー、まあ右から。お、あー、よかった、ベルじゃなかった。オッケー。ここはビッグ引いてくれた。ちょっと頑張ってる、ちょっとだけ。おお、右狙ってないのにコンドルが止まった。さすがに入るね。149。はい、あ、はいはいはい。まあが揃ってベルが揃って裏かと思ったらその前に入ったビタ。ビタならビッグもあるけどそろそろ欲しいよ。はいはい、あ、よかった。ああ、逆回りでそこに止まった。いや、じゃあ青7を上段に止めちゃえばいいんだよね。おおこっち狙ってないけど青7がテンパってくれたな。33ゲーム初めてだな、この速いのは。はい、よし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 、初めてのビッグの連チャンスね、これ。大枠、本日初の大枠。はい、お、熱いんだよね、これは。熱いんだよ、外れオアなんで熱いんですよ。ほら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 、さあ10ゲーム。しかもこれはビッグです、僕の経験上。はい、よし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 、頑張ってる、これは頑張ってるよ。3発だもんね。試したいのはこれ、例えばコンドル2コマ滑り上段とかで1角だよね。はっ、こ4コマ4コマ4コマ滑ったってことか。なるほどなるほど、もっと早めにすればベルになるのか。ああ、そういうことか。ああ、あ、またちょっと試し下段バービタでもいいのか。あれってことは4コマ滑ってんだな。おお、びっくりした。揃ったよ、揃った。よし、11ゲームめちゃくちゃ頑張ってる、めちゃくちゃ頑張りだした。さあ、これは久々のクランキー状態ですね。めったに来ないけど、いや楽しいだけど。さあ、久々の999が見れた。うん、裏チャレンジャーならない。はず続く、ベルで続く。あ、おっとっとっと、裏チャレンジャー223はレギュラーっすね。あ、レギュラー外れた。レギュラーが外れるんだ、こっから。へえへえへえ、いや、今のは嬉しいです、今のは嬉しいです。久々だな、これ。あれか、ビッグがこう連続とかかな。上が結構来るんだよね。はい、現在クランキーゾーン中ではありますが、スタートから2000ゲーム経過です。ビッグが10回で200分の1、素晴らしい。レギュラー5回400分の1、合算で133分の1です。はい、いやー、久々になんか前半からこんなに当たってプラスのクランキーなんてめちゃくちゃ久々に打ってる、下手すりゃ初めてかもしれない、大体前半苦しんでるんで。はい、ということで、子役等々、はい、入り目も載せておきます。はい、まあクランキー設定は分かんないですけど、まあ、ベルウェイ、子役いいっすよね。でレギュラーはあれなんですけど、ビッグ中の要素が、まあ、リーチ面が出てるんで強いとか、まあでもどの設定でも出るからね。ただここが8回来てるんだよな。だから結構感触的には悪くないとは思います。まあそもそも浮いてるからね。てな感じで、まあ今日のクランキーさも楽しんで、このままリーチ面いっぱい見て勝てるように、はい、願って頑張っていきましょう。いいところに止まってくれてる。234、左は1コマ。はいはいはい、すげえ滑っちゃった、すげえ滑っちゃった。あベルがあるよ。ああよかった。そう、ここ ベルを否定してくれると嬉しいっすね。うん、ビッグ引けるね。おっとっと、リーチ目は59ゲーム。まあちょっと最近レギュラーを引いてないな。ですよね。まあ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 。続いたけど、一応滑ったけど、いや入んないよね。あ、入ってた入ってた。17ゲーム表チャレンジ頑張った。今のが俺バーを狙ったはずなんだよななので青7のはずなんですが、出る。はい、よかったよかった。さあいい感じになってきたよこれ。に止まってる。109、左ビタ。さあビタなら右押しですね。まあ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 、裏チャレンジ頑張ってるからね。ならないな。あ、2コマ滑った、2コマ滑った。さあ、熱いよ。はい。あ、なるほど、なるほど。こんなとこ止まったな。19ゲーム、まあ、チャレンジでは入ったか。まあ、あのデビューはレギュラーっすよね。まあ、チャレンジが頑張ってる。外れた。170、まあ左2コマなので、このデビューはビッグっぽいな。まあ中から行こう。はい、あ、やはりビッグが引きよ今日。下段左が4個忘れてんだよな。まあ跳ね。あ、さあ2個忘れた。あ、2個忘れた。リーチ目だ。はい、179ゲーム。はい、 OK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 。 ビッグが引ける。回りっぱ久々だな。じゃあ青7を滑らせたい。滑らない、テンパらない。おお、入ったらしいな。111、たまに入るよね。左コマレギュラーっぽいね。まあ中押し。いやそんなことはなく、ビッグが弾ける日はビッグですね。うん、素晴らしい。よし、行こう。入った。318。一瞬これでドキッとした。リプレイかと思ったら外れてるよ。まあ左がビタなんで、右からっすね。あ、ベルじゃないよね。ああ、ビッグが引ける。ビッグが引ける、よかった。裏チャレンジ頑張れ。ハマっちゃってます。はい、一応なったな。2コマでいいよね。あ、2コマだ。628ゲーム。いや、やっぱりハマるな。はい。ああ、そっか。そっか。これは危ない。入ったけどコンドル指定は11ゲームコンドル指定はわですよね。あるあるパターンですよね回りっぱ、いやハマってるからコンドルを滑らせたい。ああ滑ったでしょう。3個も滑った525ゲーム、はい、3個も滑ったんでビッグです。いやー長かった。まだ回ってる、押してんのに回ってるいやーハマった分頑張りましょう。一応赤いよ、たまにはちっちゃいの弱えリプレイよ。あでも一応夕方になったまた赤い、また赤いよ。はい、あれ右だから入ったね。128ゲーム入りましたね。はい、レギュラーがはい外れた、外れた。45ゲーム左1コマなんですよね。無理かなと思ったけど1コマか。じゃあ右からだ。はいはい、外れた。159ゲーム。いやーそろそろビッグ、ハマりの後のビッグ欲しいけどどうだろうあー滑った。まだベルがあるけど、あよかった。もう一回ビッグの連チャンとか見たいけどね。どうだろうね。マリッパ、じゃあ今度は青7を滑らせたい。滑らない、テンパらない。あ入ってる、でも入ってる160 リリースになるって。はい、じゃあ中からっすね。ちなみに左は1コマか。まあねおお、入ってる。37。あれ、リーチ目じゃないよね。リリベ。まあいいや。左は見た。どうなのこの出目。この出目どうなのまあまあまあ、右からですけど。よし。よし。ちょっとビッグがうまくつながったな、これ。一応羽の夕方からの、あ、赤くなった、赤くなったよ。これは暑いね。暑いと思われますが、はい、リプレイなんだ、リプレイか。また赤いよ、羽ばたいた。これは暑いでしょ。じゃあ青7上段に止めちゃおう。止まった。186はチャレンジビタだから揃うかも。あ、揃った。オッケーオッケーオッケー一応羽、あ、羽赤。たまにはちっちゃいとか。あ、ありがとうございます。130ゲーム羽だよね。これどうしようかな。そうか、下段バーか。はあ、レギュラー。はい、4ゲーム裏チャレンジ頑張っちゃっていいよ。ならない。続く。お、さあここで鳴ったね。とリプレイああ、いたらしい。4ゲームチャレンジはレギュラーレンちゃん。はい、はい、さあまた裏チャレンジ頑張っていいよ。ならない。ああ、はあ、はあ、裏チャレンジが一応頑張るけどね。45。はいはいはい、レギュラーが頑張ってます。そうか。裏チャレンジまた頑張っちゃっていいよ。ならない。あはい、裏チャレンジレギュラー頑張ってた。127。いやー、ここに来てレギュラーが頑張るんだね。はい、現在レギュラーから305ゲームです。はい、結局ピークから最後ダラダラ。もう疲れましたね。はい、まあ設定は多分2だと思うんだけど、結局はい最後ダラダラで終わる。まあこれが僕が作らきなんで、まあそれでもはいちょっとプラスなんで負けてないだけよしとしましょう。はい、疲れた。終わり。終了。はい、データこれです。まあボーナスは当たったんだけど、結局ビッグがこの確率グラフこれでピークではね200分の1とかで3枚で1400だから2000倍弱ぐらいあったんだけど、はい、あの草はまりからのダラダラ最後もレギュラーでダラダラで、はい、このレギュラーから結局ビッグが引けないんじゃもう疲れたしね。5600ゲームで疲れたし、まあ設定はおそらく2だと思います。めっちゃ偶数で2か6かで思ったんだけど2否定が出なかったんで2かな。まあそれでも負けてないだけよしとしましょう。はい、今日の展開でピークでやめるのは難しいっすよ。まあでもリーチもいっぱい見れて楽しかったからよしとしましょう。はい、お疲れ様でした。いやー、クランキー様、やっぱり僕が打つクランキーは結局こういうラストを迎えるで2000倍とか3000倍のプラスとか夢だよな。一度やってみたいけど、まあ今日ちょっとロマンあったけどしょうがないね。まあしょうがない。まあということで、はい、次すぐ僕は次火曜日かな、12日実戦なんで、まあ一応連勝中なんで頑張りましょう。お疲れ様でした。回りっぱ、いやハマってるからコンドルを滑らせたい。ああ滑ったでしょう。3コマ滑った。525ゲーム、はい、3コマ滑ったんでビッグです。いやー長かった。